はい。他に。はい。他に。はい。わかったよ。じゃあ頼む一条。奥様。だから違う。こと、と次第によっちゃ切れるわよ。こと、と次第によらんでも切れるだろう。実はな。すまん。ねべっき。三文芝居って何？ああ、三匹のモンキーが飛んだり跳ねたりする楽しい芝居のことだ。一条、上原、片桐、橘、百瀬、六号以上。残るのはいいけど。何をするんですか、宮本先生。なんとなく。なんとなくで選ぶな！そうなるのよ、暑いんだから。何でもいいから早く手伝え。手伝ってよ。うるさいな。ちゃんと大役が頑張ってるじゃないか。信じてますよ。いいんだ。信じさせとけ。では、まず準備体操と言いたいところだが、あー、ちょっと静かに、静かにしてくれ。あれ、まだなんかあんの、ベッキー。あー、これは提督。誰が提督だ？家元。違う！六号さん、パズルできた？はい、宮本先生のおかげで完成しました。さあ、怖い顔して。六号を何だと思ってるんだ？人間です。そうじゃない！え、はぁ！彼氏ですって？あ、六号さん。あらら。くるみさんは消しゴム。あ、サンキュー。レイさんは単語カード。お、悪い。一条さんはお味噌汁。片付けない。自分のことは自分でやれ。ベッキー、先生みたい。あー、ふにー、先生だー。よーしよしよし。違います。隠さなくてもいいじゃない、六号。そういうんじゃなくて。誰、誰？好きな人教えて。え、好き？はぁ、困ったわね。魔法？こうなったら我々で調べるしかありませんね。なぜに泥棒。恋？うわ、そうだったんだ！魔法？まさに禁断の恋ですね。例えばグーとグー、チョキとチョキが愛し合うような。魔法！爆弾発言！でも、恋とかそういうんじゃないんです。例えがわからん。六号さん、女の人が好きだったんだ。おめが意外かも。違います。あ、いたっすよ。目標発見です。あ、なんだ。ご用だご用だ。おい、ひずね、手加減しろよ。うん、わかってる。演劇部覚悟。したよ。どこかだよ。それでは皆さん、撤収っす。お邪魔しました。わぁ、敵を奪われちゃった。やぁ、もう引っ込め、ペテイラー。やかましい。私は私で一生懸命やってるんだよ。そんなものがあるなら最初にだぜ。やぁ。